久保さん。いやー、あれですね。<laughs> あのー、これ直近のね、事例を、事例をご紹介するんですけど、まあテーマはね、あのー、正解はないってことですね。正解はない。うん。正解はないけど自分の正義を貫けみたいな感じですね。正解はないけど自分の正義を貫けていきましょう。 正解はないけど、自分の正義を、自分がいいなと思ったことを貫くと、ぶち抜くという感じで。まあこれあのね、この僕はドリームアカデミアで一人一人に対応しましょうと。一人の、まずは一人のリーダーになりましょうと。一人のリーダーにもなれないのにどうやってお金稼ぐんですかと。まらまず目の前の人に対して、えー、悩みを聞いて、で、それにアドバイスしていけと。で、まあそういう教えをしてるわけですよ。 で、直近のこれは本当の事例をご紹介しますと、これ LINE でメッセージいただいてるんですけど、まず一人の方ですね、僕の教えをそのままやっていただいて、報告いただいたのが、吉田さんお世話になります。先日朝方までのプレゼント企画お疲れ様でした。まあ見てくれてたんですね。45人ぐらい僕は個別動画撮ってたんで。で、自分のコメントが皆さんのお役に立つととても嬉しかったです。まああの、プレゼント企画したのが、この方から、 これがよか、この講義めっちゃ良かったですっていただいたので、まあそれをもうプレゼント企画でシェアしたんですけど。で、えー、昨日個別対応しているお客さんから、えー、私のファンになりましたとメッセージをいただきました。生まれて初めてファンができた喜びは今までないものでしたと。まだマネタイズはできていませんが、この経験を大事にファンを増やしていきます。また報告しますっていう事例が一つですね。いただきました。 はい。えー、ちょっと切れましたので、えー、続けていきたいと思います。まあ、先ほど事例をご紹介したと思うんですけど、一つのね。で、もう一つの事例が、直近の3日か4日前ですね、えー、僕の方に LINE アット登録していただいた方がスタンプを送ってくれました。で、僕、スタンプを送ってくれた方とか、なんかリアクションしてくれた人に個別動画をね、送ってるんですけども、えー、まあ、結論ブロックされてます。ブロックされました。はい。<laughs> だから、この二つの事例ですね。だから、まあ、 え一つの事例は、ファンになっていただいたという事例もいただいたけども、あの、僕の一つの直近の事例として、なんだ、ブロックされた。<laughs> こいつ、まあ、どう思われたかはその人に聞かないとわかんないですけど、まあ、とにかく登録はしたけど、すぐブロックされたと。何を意味するかっていうと、まあ、個別動画を送っても、その受け取る、受け取り手によっては、なんだこいつとかね、なんだキモいとかね、動画送られてきたとかね。 なんか嫌な気持ちになる可能性もあるってことですね。もしくは違う理由か、そ,その理由はまあ聞かないと分かんないですけど、まあ現象としてはブロックをされたということですね。うん。だからこれはもうよくあることなんですけど、僕なんかはね。であと僕、LINE でセールスしかしないので、まあそれも言ってるからですね。なんだろうな。あの、この LINE ではセールスしかしないんで、セールス嫌だったらブロックしてくださいねって言ってるので、<laughs> あセールスが嫌だったのかもしれないですね。 だから、あの、正しいはないんですよ。わかりますだから、絶対個別動画を送ったりとかね、ワンツーやって濃くしていくっていう作業が、いや正しいのかというと、まあ、正しくないパターンもあるわけじゃないですかブロックされてるわけですから。だけど、自分はこれがいいと思っているから、これを続けるだけであって、あの、ただそれをずっとやってると。ただ、その結果、その結果、他の、その、今や、 事例を出しましたけど、ただこれを4年僕はやってますけど、これやった結果、まあ自由に飯食ってますよっていう、ただそれだけです。で、あとは成功事例が、まあ多いということで,ですね。まあ、久保さんも同じようなことやってますから、久保さんも同じように売り上げ作ってます。久保さんもじゃあ、あ動画アップロードしたらね、えー、10万回、毎回コンスタントに回るのか、えー、コンスタントに100万回回回るのか、回ってないですよね。だいたい数百ぐらいだと思うんですよ。 久保さんはコンサートにそれでもビジネスできてますからじゃあなんでビジネスできてるんですかとなんで売れるんですかとある一定の人が買っていただけるっていうとこですよねある一定の人がそっかが入っていただけるとうんだからあのー、なんだろうな全員は無理なんですよね何かっていうとこのラーメンめっちゃおいしいねんって言ったとしてもそのラーメンが、うん、なんだろうな 1000人いて1000人がそのラーメン美味しいって言うかっていうと言わないんですよ。だって好き好みありますからね。だからそれは女性のタイプもそうじゃないですか。俺はこの人が好きやねんってなったとしても、じゃあ1000人がその女性のこと好きになるかっていうと好きにならないじゃないですか。だからそし,ょしょうがないですよね。ただし、まあ、自分の中で正義があるとするならば、いや、このラーメンは俺が好きやねんっていう。で、その好きやねんっていう、<laughs> いうことを、 正々堂々と言う。誰になんて誰がなんと言おうとこのラーメンは俺が好きだと。誰に文句言われるしあの必要はないと。俺は好きなんだからって。ね。例えばその女性もね。いや俺、なんかそのブスって言われたとしても、ブス戦みたいなのありますけど、いや俺は好きなのはええやんみたいな。<laughs> 他人にどう,う言われる必要ないは俺は好きなんだ。この子をね。それでいいんですよ。って僕は思ってます。 で、だから、まあ、久保さんの話に、あの、リンクさせると、なんかその、周りはやっぱ気にしすぎてる部分があるのかなっていう。やることは単純に目の前の人にただアプローチするだけなんで、これを淡々と繰り返すだけです。で、それがダメだったらダメでしょうがないじゃないですか。って話して。<laughs> 好きな、あ、なんか一目惚れしました。じゃあアプローチします。じゃあ全部が100%プロポーズ成功しますかと。 なんかデート成功しますかと。ナンパ成功しますかと。100%ナンパ成功しますか。まあ、ないですよ。だけど大事なことっていうのは一人一人アタックしていく。ただそれだけでしょ。てか僕はそれをやって、年間3うん、まあ今年3000万ちょっと目指してますけど、去年は2500、その前は2700かぐらいは売上作ってます。で、借金も返しましたよ、僕も。<laughs> 借金も返しました。そう。 うんで、新しいね、車も買いましたしね。あの、サブ車を。サブ車 <laughs> まあ、ローンですけど。<laughs> ローンだけど。<laughs> そう、まあ。初めて、あの、外車ってやつですね。あの、買いましたね。ベンツ、ベンツじゃないですけど、BM ですね。<laughs> あの、ベンツじゃなくて BM 行くっていうね。<laughs> そう。でもね、乗って思ったのが、やっぱね、良かったですね。あ、すげえな、みたいな。うん。なんか、レンタカーで BM 乗ってたんですよ。 うん、あの沖縄行くときとか、レンタカーで BM 乗ってたんですね。オープンカーの BM とか。で、まあ乗ってたんですけど、やっぱ BM いいなと思って、うん。まあ買って分かりましたね、良さが、うん。あとね、ディーラーで買ったんですけど、あの、やたらおしゃれですね。やたら綺麗だし <laughs>、やたら綺麗だし、なんかね、全然違うなみたいな。まあショールームがね、まあ,あの全然やっぱ違いますね、一般のショールームとやっぱ。 作りといううかきれいでしたねうーんまあそりゃそうなんですけど、ね、どうなんですかね <laughs> まあそんな感じでねまあ自由にやってますようーんだからなんかあのー、せみんな正解を求めてるんですけど自分がこれがうまいと思ったものを正々堂々と言えばいいだろうし食えばいいだろうしなんか周りがねいやそんなのおいしくないからやめとけよみたいな言われてもいや俺はうまいからいいやんと それでいいと思うんですよね。うんだたった一人でも、うーん。まあ、さっきのね、じゃあ、あのお客さんから頂い,いた報告ですけど、人生で初めてファンができて、今までない喜びがありましたと。うん。それでいいじゃないですか。それで <laughs>。だから、これ、モチベーションになってますよ、この人。まあ、多分、あのうまくいく。まあ、今後、マネタイズできると思いますけどね。あとは、セールするだけですから、しっかりと。 お客さんの、あのー、フックするような商品を作って売ればいいだけなんで。うん、だからまあ売り上げも作れるでしょうね。うん。そう。まあそんな感じですね。だからまあそんなに難しいことをやってるわけじゃなくて、簡単なことを、まあ、やっぱ貫くってことですね。うん。これに徹する。うん。そう、い僕も今までそのいろいろ難しい マーケティングとか、なんかいろいろやってきましたけど、まあシンプルにこれかなと僕は思います。僕はね。だけどこれが正しくないと。そんな泥臭いことをね。やって、そ、そんな、みたいな。言う人は100%いますよ。うん。で、あと、そんな嘘だろうと。その再生数でそんな売り上げ作れねえだろうと。嘘に決まってんだろうとかね。言う人もいるでしょう。別にいいじゃないですか。それで。そう思うんだったら。<laughs> ね そう思うんだったら自分が信じるものを信じてやればいいのかなと。まあ結果としてはお伝えできるのはこのやり方でも普通に自由に暮らしてるし借金も2000万ぐらい返したしうーんまあサブ社も買えたし僕がね外車乗るとは思わなかったんですけどね <laughs> まあ人生であ死ぬばっかですからなんか 一回は乗ってもいいかなっていう思いで買いましたけど、まあ、ローン通った、通ったっていうのもありますけどね、ローン通らなかったら買わなかったですけど、ローン通るんだみたいなね。<laughs> しかも、金利2.9なんで、僕ね、GTR 買ったとき、金利3.9だったんですよ。2.9なんですね。で、今回買ったのはディーゼル車なんですよ。で、ディーゼル車なんで、軽油なんですよね。だから、7年ローンなんですけど、 あのガソリン代廃屋と軽油で比べたら多分7年で、まあ、40万ぐらいなんですよ。金利が。どうすかね、久保さん。金利40万ぐらいなんですね。確か。確か40万ぐらいでした。40万だったら廃屋と軽油で7年入れたら多分もうガソリン代ってかと、全然40万カバーできると思いますね。うん。そう。でね、びっくりしたのが久保さん、これ余談なんですけど、あの、まあ、ちょっとねあの、出してみたんですよ。 ね、これもちゃマネしちゃダメですけど、あの <laughs> ディーゼル車ってどんな出んのかなみたいな。ちょっとあの、本気で、ね、スポーツ走行みたいなのもあるんですねで。スポーツモードにしてバーってやったんですけど、そしたら、普通に200以上出て、早ぇなみたいな。軽 <laughs> 油すげけ、あすげえなと思いましたね。全然出るやんみたいな。しかもなんかね、僕の車、GT-R より、あのー、ね、全然安定してるん <laughs> 全然安定して、ブレないですね。 全然ブレなかったですね。今の車、最新の車っていうのはすげえなと思いましたね。<laughs> 200キロで出ても、なんかあんまり怖くないっていう。<laughs> ブレないから。なんか GT-R の場合、まあ、車高調で低いっていうのもあるんですけど、突き上げもあるんで結構怖いんですよ。200キロ超えると。バーンみたいな突き上げもするし。あないですね、あんまりね。<laughs> しかもあとリミッターがないんだ、会社みたいな。リミッターないのかなみたいなね。びっくりしましたね。 なんか、その180から止まるかなと思ったら、そのまま200まで行きましたからね <laughs> <そう>。<laughs> まあ、じゃあ安全運転でね。はい、まあ、今の話はく妄想と思っていただけました、ね、<laughs> と思います。<laughs> 僕は夢の中、夢の、今のは嘘です。夢の話ですから。はい。行ってらっしゃい。